今年のドラフト会議で爆笑したシーンがこれで満場一致。あなたの好きなシーンはコメントへ。ここよな、さすがビグボ、外しても爪痕は残した。刑務所以下と言われたアジア大学硬式野球部からチニドラに入団した創価君の表情、やっぱ立ち並みが一番面白かったな。お下がりください。ドラフトにまつわるエピソードだったらヤクルトのドラ1のツイッターだろ。あれはやばい、久しぶりに腹抱えて笑ったわ。バレた後の対応もかみってる。オリックスの堀くんの珍発言はおもろかった。パリーグ知らないってガチなのかネタなのか。宮城も南下セリーグとパリーグを知らない的なこと言ってた気がする。野球選手でぶっ飛んだ天然バカは成功しそう。ソースはギータと糸井。Y は新井監督のあの興奮した様子が見られただけでほっとしたわ。あの人が上司だったら毎日仕事行けそうな気がするな。立浪監督はちなみに2019年の時に石川と佐々木と奥川を引き当てる球団を全て当ててます。あの時はミスタードラゴンズとして崇められてたけど、今や完全なネタ枠で絶対監督やらない方が幸せな人生だっただろうな。地味に巨人が2年連続でドラフト1位を当てたの史上初なんよ。新庄さんごめんよ。なんか胸に手を当ててただけで外すというオチが見えてたわ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。